できました。プルプル。いや、おいしそう。皆さんこんにちは。今日はこの湯気名水道さんの濃厚豆乳を使って豆腐を作っていきたいと思います。私のスイーツはいつもこの岐阜県産の濃厚豆乳を使わせてもらってるんですけれども、この豆乳はお豆腐を作るにもめっちゃ美味しいんですね。作ったことある方はもう知ってらっしゃるかと思うんですけれども、出来たてのお豆腐の美味しさを知ると思います。あ、で以前にもこの豆乳でお豆腐の作り方あげたことあると思うんですけれども、今回はこの湯気名水道さん社長に直々に教えてもらって、お豆腐のなんか豆知識とか大事なこととかね、そういったことを教えてもらいながら作っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、では早速作っていきましょうか。はい、今日は豆乳を使いましてお豆腐の茶碗蒸し風を作りたいと、はい、こう思っております。簡単で誰でもできちゃいます。でまずこの湯気さんの濃厚豆乳をボウルに入れます。入れますね。湯気さんの豆乳、うん、濃度 12.5 以上あります。すごいドロドロですね。ね、裏側にもね作り方書いてあるので、まあなんと親切な。まあね、うん、そうや、まあ言うたらこれボウルに入れて、まあ、混ぜてね、はい、チーンだけですけど、そうでも書いてあるからね、はい、忘れても分かりやすくていいですね。はい、じゃあ入れていきます。なるべく低いところから落として泡を立てないように気をつけながらボウルに入れてください。はい、はい、そうです。ボウルに入れたら、うん、にがりを投入します、うん、投入だけに。どうもすいませんでした。はい、はい、ちょっとこれね、残っちゃうのが嫌なんで私はこうしてね、なんかあんまりできない。オッケー。はい。あ、泡立っちゃった。大丈夫。大丈夫。ノープログラム。はい。で、泡立て器じゃなくてボール、ボールじゃないわ。お玉で。泡立て器でやらない方がいいです。お玉の方が完全に混ざりますし、泡が立ちませんから。ね。はい。これにがりです。にがり投入します。一気に。はい。入れちゃいます。入れたらすぐに、はい、こういう風に優しく優しく、うんうん、あ、ちょっとこれでもうだいぶドロドロになってきましたね。してます、はいはい、いい感じ、はい、にがりはですね80度以上にならないと完全には凝固しませんので、うん、これで作ります。はい、だいたい4人分ぐらいですかね。そうですね。これは茶碗蒸しの入れ物とかそばチョコ、そばチョコ、そばチョコとか、はい、まあ湯飲みでもいいです。湯飲みとかでもおしゃれにガラス製でもいいと思います。うん、確かに。あ、まあでも電子レンジが OK なやつ。そうそうそう、今日は電子レンジで作るので電子レンジが OK な。無論蒸し器でもできますけどね。蒸し器だと熱の伝わり方がちょっと違うので、うんうん、確かに電子レンジの方が、簡単で便利だと思います。そうね、蒸し器出してってなるとそれもねやっぱいいんですけど、なかなかその時間がね取れない時もあるので、はい、まあ、あとはゴムベラで残さず、そうね、大事だね。本当に毎日一個一個絞ってる豆腐職人のね方がいらっしゃるのでね。そうなんですよ、大豆がねもう貴重で。あ、でもそうですよね、国内産の大豆って貴重ですよね。自給率 7%。 え、
え、7% ですか？日本の？日本で使う大豆の 7% しか国産大豆はありません。確かに豆腐の裏側って大体カナダとかアメリカとか、ね、そういう風です。オーストラリア。まあ、でも遺伝子組み換えじゃないっていうのはちゃんと、ね、まあ、基本ね、うん、豆腐にはあんまり遺伝子組み換えのものは使いませんが、大体あの遺伝子組み換えの大豆の、8割が、サラダ油の原料になってます。サラダ油、はい、日本に入ってくる大豆のね、8割ぐらいがサラダ油。サラダ油って普通にめっちゃスーパーで売ってるやつですよね。売ってるやつです。サラダ油は避けた方がいいってことですね、と思います。で、通常でしたら、はい、このまま電子レンジに2分半ぐらいで出来上がりなんですが、今日は茶碗蒸しの具を持ってまいりました、はい、1個に2つまず1個沈める。え、数足りるかな、足りるかな、足らへん、え、1、やば、消しったまあいいよ、バレへんから沈めといたら、沈めといたらバレへん、沈めといたらバレへん、バレへん、ほら、1個足りない。あ、やばい。じゃあ、1個は、うん、1個。1個、ギナって。ギナって。かわいい。ギナもしてみよう。ギナ見えてた方がかわいいかなって。あ、ちょっと。なんか、で、ギナ入ってんじゃん、これ。っていうのが、僕は嬉しいと思う。あれ、これ、入れましたっけ？え、わかんない。まあ、1個入れてわかんない。沈めると、こういうことがございますね。どうしよう、思ったけど、これみんな見る、これ上に乗せる、あ、そっかそっか、そうそう、これちょっと可愛くね、可愛く、で、電子レンジに、はい、2分半で、はい、でもどっちかって言ったら私は添加物の話の方が欲しかったんですけど、添加物の話で思い出しましたけど、ね、これ見てください、これね、これこっちじゃない、こっちやね、ここ、うん、これスラッシュがないでしょ、スラッシュってあの斜めとる線ね、基本的に多いものから書いてあるんですよね、そう、多いものから書いてあって、この一番最後にスラッシュで、うん、今はスラッシュ、添加物はスラッシュ以降に全部まとめて書くように、うんうん、消費者庁が指導をしておりまして、はい、そのスラッシュ以降の添加物に何が入っているか、うんうん、これを見るのがおけつ、あ、間違えた、秘訣、秘訣なんでございますね、はい、ですから、まずスラッシュ以降を見て、うんうん、アミノ酸と、うん、デキストリン、うんうん、あ、デキストリンも、それから何がありますか、いろいろありますけども、多少酸、とにかく日本はですね、食品、日本の食品は世界で一番添加物が多い、うんうんうん、食品が、流通してますので、そこのところはね、ちょっと消費者としてよくね、注意をして、よくね、何でも裏側見てね、裏側見て、スラッシュ以降を見る、これスラッシュが入ってないってことはどういうこと、添加物がない、無添加ということでございます、すごい、素晴らしい、あ、終わりましたでございますね、はい、電子レンジによってね、熱の伝わり方違うかもしれないんで、ちょっと弱め、そう、試しながらね、はい、でもいい感じ、あんまり強くやると木綿豆腐みたいになっちゃいますよね、ブクブクになっちゃう、あ、これは、はい、大丈夫です、大丈夫、はい、熱、ちょっと熱い、熱い、これちょっとやりすぎの感じですね、電子レンジによってね、違うんで、はい、ご家庭で加減見ながらってことですね、はい、それで、はい、で、三つ葉、あんが先ですね。こんな感じで、はい、そんな感じでできました。美味しそう。このまま食べても
全然 OK です。冷やして食べても、冷やして食べると少し固めになりますので、うん、それはそれで美味しいです、ね、はい、お豆腐作ってきました。なんか普通のお豆腐かと思ったら茶碗蒸し風の茶碗蒸し風豆腐な感じで、めっちゃ美味しくなってました。普通の、豆乳でお豆腐もすごい十分美味しいんですけども、あれはお野菜、好きな野菜とかを、まあ、自分なりにアレンジして、で後からあんをかけて食べてもらうっていう風で、お豆腐のバリエーションが増えて ありがたいです。で電子レンジで簡単に作れるよっていうのを、社長と一緒にやったんですけども、電子レンジが苦手の方とか電磁波とかを苦手な方は、なんとお鍋での作り方も載っているので大丈夫です。ただお鍋で作るときは沸騰とかしないように湯煎で作るのが大事です。豆乳はさっき社長がね言ってたみたいに80度、これは85って書いてあるけど、まあ80度ぐらいで固まってくるので、固まり出したらそのまま10分程度置いて熟成をしてください。でそれでゆっくりね固まって、でその後は冷やしてで食べてもらうっていう風な感じになると思います。で今日はお豆腐について揚げさせてもらったんですけれども、今度は私のスイーツの動画とか作り方とかあげて、皆さんにも作ってもらえたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。